ドリーミーハー、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、通知表を返してもらったわけですけども、成績よりも何よりも通知表の中に一つだけある赤に目が飛んだ。赤、相対、あーそうか、身の毛がよだった。相対ゼロは決戦で消され、わざわざ上から海老原の印まで押されている。お母さんにこんなのを見られたら。お、職員室からあいつが出てくる。まだいたのか、何してんだ、成績最悪だったか。ダメだ、ここにいたら考えることすらできない。俺は渡引に何も言わず職員室を後にした。なんだ先生、無視しやがった。一体どうしたら、修正機で消すか、全部消して上から隠しか。いや、修正機で消してゼロと書いてあったら、それ以外の数字を直したことになる。そもそも訂正箇所も消したら、不自然に、広い範囲になって余計怪しい。どうにかして修正機を使わずに、紙とインクだけでごまかさないと。待てよ。ホワイトだ。確か戦場の花嫁の作画風景で、修正機をホワイトとして使っていたぜ。修正機で塗った後にコピーをかけると真っ白に見えていた。俺も同じ要領でコミでコピーすれば、紙の質が全然違うだろう。ふと手に持った通知表に違和感を覚える。この紙は何だ？いらしてみると少しはしなりはするが、丸まらずにピシッと、面を保ったものだ。普通のプリントとは違う。このしっかりした厚みのある紙がゴミプリントにあるわけが。無理か。無理だ。工作をするのは。いっそこの通知表を今すぐにも燃やしてしまいたい。ダメだ、冷静になれ。俺が何をしたところで学校に連絡を取られれば意味がなくなる。正々堂々と見せるしか。待てよ、修正液を塗ったとしてあれって剥がせるのか。思い立ってスマホで検索してみる。いくつか記事を読んでみたが、どうも紙についた修正液を除去することは紙自体が破れたりして難しいらしい。ということは、もともと修正機で直されていたってことにすれば、この危機を回避できる可能性はあるかもしれない。それに、仮に疑われたとして、学校に確認するのは、自分の息子を疑っているというもの、いうようなもの。いやー、疑うだろう。だが、うちの母親はプライドが高い。学校に連絡するなんてことは、恥だと思って立ち止まってくれるのではないだろうか。つまり、疑われはしても、あやふやにできる可能性が。どうしてこんなことをしなきゃいけないんだ。どうしてたった相対一ごときを隠さなきゃいけないんだろう。俺はなんでこんなことを。いらっしゃいませ。声の主には目もくれず、文房具の棚を見る。修正機あった。お願いします。修正機をカウンターに押せると、店員がバーコードを読み取った。290円になります。シールでいいですか？あ、はい。レシートいらないです。財布から小銭を出し、代わりにシールを貼られた修正機を持つ。ありがとうございました。そのままプリンターの上に通知表を置き、誰にも見られていないことを横目で確認する。それから修正機を開け、相対の数字と先生の印を塗りつぶしていく。今の俺には、罪悪感よりも大事なことがある。家の中で責められずに、平和に暮らすことだ。そのためなら、液が乾いたことを確認して、ボールペンを取り出す。海老原先生のような、普段乱雑な人が慎重に書く文字で、筆圧は強く、だが丁寧にゼロを書き切れる。いびつだ。どっからどう見たって、綺麗な印字の中に、一点だけ明らかに異質な部分がある。まさに汚点というやつだ。だけどこれでいい。これと堂々としていれば工作には見えないだろう。ただの修正だ。何かを隠そうとしたならば、わざとらしすぎる。隠したことがバレたっていい。相対の1という数字が確定しなければ。すべてはお母さんが学校に連絡しないという前提の上に成り立っているが。最初からバカみたいに1を晒すよりマシだ。マシなんだ。
しんどいな。遅かったねって言われない？随分かかったわね。ですよね、絶対言うと思いました。家に戻るとお母さんが怪訝な顔をしていた。先生と話してたから、進路について。なんて？進路調査表に変更がないかと、このままなら安定していけそうって。とっさにこの間先生が話してた内容の一部を引用してみる。うん、怪しまれてる。それで通知表は？学校の茶封筒から通知表を取り出す。はい。やばい、少し手が震えた。うん、なんかお母さんは顔色一つ変えずに通知表をめくる。大丈夫か？まあ成績は悪くないわね。彼女は足を組んだまま通知表を眺めていた。悪くない、基礎教科はほぼ5なのに。数学が4じゃない。ちょっと苦手な分野があって。そこは集中して潰さなきゃいけないわね。うん。お母さんの目が通知表の下部を見て止まった。ここだけ修正されてる。そうなんだよね、もらった時にはもうそうなってて。しまった、つい言い訳がましいことを加えてしまった。うん、あんまり興味はなさそうだ。頼む、そのまま流してくれ。ま、全体的にまずまずね。お母さんは通知表をテーブルに置き、足を組み直した。私この後仕事で出なくちゃいけないから、また後で詳しく見るわ。お昼ご飯、フライパンに焼きそば作ってあるから。じゃあね。あ、うん。話しながら上着を着て、お母さんはそのまま玄関へと歩いていく。行ってきまーす。行ってらっしゃい。彼女が出ていて、俺は思わずテーブルの上にある通知表を見る。とりあえず、なんとかなったのか。苦手な数式をひたすらノートに連ねる。あー、飛ばしちゃった。ごめん。ごめんね。あ、青くん。お前、なんでそんなに歪んでるんだよ。はあ、情けない声を出しながら、椅子の背に反り返る。ダメだ、勉強が身につかない。しばらく天井を仰いだ後、ベッドの上のスマホから充電ケーブルを抜き取る。あなたの小説に新着レビューがつきました。そんな見出しのメールが来ていて、詳しく見るをタップする。未読レビューは2件あるらしい。一つは面白かったという短文だけ。もう一つは、わかりやすい内容でサクサク読めたという見出しに、本文へのリンクがついていた。リンクを踏んで中身を開いてみる。わかりやすい内容でサクサク読めた。展開も面白く、ヒロインや家族との関連性も話が進みにつれて変わっていき、最後まで一気に読んでしまった。65点。赤点ギリだな。は？もう一度見てみても、間違いなく末尾に65点と添えられている。あー、飛ばしちゃった。どうしてこのレビューの内容で65点になるんだ？どこにマイナスの35点要素か？少しイラついてきて、このレビューをつけた人の他のレビューも見てみる。どうやら、感想の末尾に点数をつけるスタイルのようだ。70点のものもあれば、30点もあり、引いては100点のものもあった。ということは、この人から見て、俺の小説は中の下劣すらなくって。どうして点数をつける？俺は見知らぬ誰かに点数をつけてもらうために小説を書いたわけじゃない。そういうのを気にしてると本当にな。いや、そういうやつがちょっとおかしいのはそうなんだけど、気にしてると本当に何もできなくなるからな。明確に目的があると言えるわけではないけど、少なくとも絶対に他人に評価されるためじゃない。じゃあ俺は何のために作ったものを他人に見せてる？俺は何を伝えたいんだろう？そもそも伝えたいことがあるんだろうか？ただ純粋に誰かに楽しんでもらいたくて、分かってもらいたいだけなのかもしれない。だから他人と比べる必要なんてないはずなのに、この世界では日々何かを比べては優劣をつけている。テスト、勉強、成績、学歴、職種、家柄、足の速さ、背の高さ、顔、そういう世界なのは分かってる。星の輝きや雲の大きさだったら自由に比べたらいい。だけど少なくとも作品にはその向こう側に人がいる。
他人から見たらなんてことはないなんちゃって小説の一つだろうと。それでも誰かが育てた心の一部なんだ。それをどうしてこうも無責任に裁くのか。そんなことをするくらいなら絶賛以外は黙って通り過ぎればいい。そんなことをされるくらいなら誰にも何も見せず、そう、それが一番いいんだ。今ここにいること、自分がここにいることを誰にも伝えなければ誰も干渉してこない。世界にたった一人、息を潜めてさえいれば比べられることも、勝手に数字をつけられることも、無理やり競争させられることもない。自分の世界を自分だけは大切にできる。座っている記憶もなくなって椅子から崩れ落ちるようにベッドに横たわった。純粋に行きたいだけ。なんとなくスマホに打ち込んでみる。子供の頃に見えていたあの純粋な世界にずっと生きていきたい。何か小説のネタになれば。だけどこの世界は純粋を望む人間には生きづらくて、ただただ濁っていく。一人になりたい。誰もいないノイズのない世界に。真っ白な世界に。私は？俺は砂浜で飛び起きた。私はいてもいい？また？ん？またこの夢なのか？不思議そうに覗き込んでくる彼女を見ながら、俺の頭は混乱する。あ、飛ばした。青くん？ここのところ、ずっとこの夢を見てる気がする。不思議なのは、この夢だけは意識ははっきりしていて、起きた後も覚えているということだ。俺の焦点を確かめたいのか、彼女は俺の顔の前で手を振る。夢？生きてた。これって夢だよな。そう、どう思う？どう思うって、どう思うって、夢じゃなければ何？こんな非現実的な場所に非現実的な未来。どう考えたって夢じゃん。そうかもね。でも、夢の中の人間に、これは夢ですかって聞かれても困っちゃうな。これが俺の夢なんだったら、君は俺の深層心理なんだからイエスって答えてほしいんだけど。もう仮に私が青くんの深層心理だとして、何でも思い通りになるわけじゃないって分かったでしょ。主の言うことを聞けない深層心理ってわけ。深層心理は制御できないもん。私はそんな軽い女じゃないのに、青くんたら心外だな。俺の深層心理がこんなにめんどくさい女だとはね。え？失礼。いや、失礼っていうか、それ自分の悪口だからね。そんなのもう十分にわかってるよ。俺ってめんどくさいじゃん、普通に。いつまでもちっちゃい時の約束を引きずって、未練がましくて、うじうじしてて。未来に振られ、挙句の果てには夢の中に白い未来を生み出すなんて。俺がめんどくさいのは重々承知なんだけどさ。言いながら、砂浜に大の字になる。自分でどうにかできるなら、とっくにやってるって。また、俺って言ってる。いいじゃん、別に。うん、いいけどさ。その未来は、聞き流すようにうなずきながら、俺の隣に座った。空が青い。ふと気になって目をやると、白い未来は膝を抱えて海を見つめていた。少し彼女の横顔を眺めて、もう一度砂に頭を委ねる。波の音が心地いい。未来とはいえ、白い未来とはあってどれだけも経っていないのに、妙に落ち着く。未来なんだから当たり前なのかもしれないけど、俺は彼女に振られたはずなのに。え？私のこと、また白い未来って言うの？そうだっけ？うん、絶対呼んだ。そうかも。だって現に白いし。それは、そうだけど、なんか、やだ。やだ？だって変だもん。名前に色をつけて呼ぶなんて。赤い彗星。青い流星、黄色いハンカチ。何？青き猛獣。なんて？白い未来。やだ、似たようなの
の並べられてもごまかされないよ。いいじゃん。トロイメライみたいで。トロイメライ？ロベルト・シューマン？何？何って、青くんが言い出したんじゃん。知らない。言葉だけ聞いたことある。似てるじゃん。白い未来。トロイメライ。77億円。何が？なんで俺の深層心理なのに何も分かってくれないんだ。青くんの深層心理って、思ってたより荷が重いんだね。じゃあさ、もうやめよう。深層心理とか。え？私は青くんの深層心理をやめます。と言われてもな。彼女は救った立ち上がり。やめるとかあんの？夢だもん。自由でしょ。ずる。青くんが深層心理を押し付けてくるからでしょ。そんなこと言われましても、じゃあ何位なんの？この可憐な手、その可憐な手がスカートの端をパンと叩いた。私は青くんの夢の中の未来で、青くんが何でも好きにしていい未来。え？俺はまず体を起こした。今何でもって言った？うん、何でも。唖然とする。とうとう俺の夢はここまで来てしまったのか。何でも好きにしていいなんていう未来を生み出すほど欲求不満なのか。いや、そもそもこれは俺の夢なんだし、もともと好きにしていいのでは。もっと自分を大切にした方がいいよ。ああ、なんで俺の口は夢の中までこんなことを言うんだ。大切にしてるよ。だって私はずっと最初から最後まで青くんのことが大好きだもん。夢だと分かった上でこれきついな。どうして現実の未来には拒絶されたっていうのに、どうして俺はこうまでも夢の中でさえこれは夢だって分かってるのに、こんなに彼女にときめいてしまうんだろう。ここで一旦区切ろうか。親怒んないな、これ。この感じだと。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。